近畿月来でして、ちょっと遅れて、失礼いたしました。この塩の作物の主張と農業機械ガスのチームを廃止法案、皆さんお気づきになっていると思いますけれども、廃止法だけで法律を出すというのはあまりないんですよ。どうしてかというと、その法律の役割は終わったけれども、いろんな違う役割が必要とされるので、次の政策を法律にしたときに、その不足でもって廃止するのが普通なんです。で、何もしないで法律で廃止するというのはボケた人たちしかやらないことじゃないかと思っております。まあ、ボケてるというと、私は農産省に30年いましたので、後輩どもボケたなんていうと、怒られてしまうかもしれませんけど、昔は上司をそういうこと言ってたんですが、最近はかつての部下をそう言わなくちゃないのつらいものがありますけども、皆さんこれもお気づきだと思います。今の政策は産業競争力会議、規制改革推進会議、そっちの方からあれやれこれやれと言われてやっているのが多いんです。ですからこの法律も問題で、まあ、この法律を廃止することは大問題ということに一気にはならないと言ってますし、確かにそういう面はあるかと思いますけど、姿勢の問題だと思います。これはもう他の先生方も言われたかもしれませんけれども、世界中でビジネス展開している多国籍企業があります。一番儲けの元になるのは何かと、で儲けの種は何か、儲けの種は種だと気がついたんです。もう石油とかそんなのは枯渇するし、原発も危ういと、そんなにものはいらなくなると、いら機械とかそんなものがあると。そうすると最後に人間が生きてくれて必要なもの、食べ物だと、それからエネルギーとかそんなのもみんな再生可能エネルギーじゃないんですけど、生物由来のものになっていくと。だから種を支配するのが、と書いてあります、下野先生のところにも書いてあると思いますけど、種を支配するものは世界を支配するということで、一番種に興味を持っているのは石油会社、化学薬品、化学会社が種に興味を持っております。で、そういった時に日本の国が種から手を引いていくと、もう時代に逆行していると思います。世界中で当然ですけど、農家が種なんてそう簡単に生産できないし、農業界だって同じです。ですから農業関係の試験研究というのは国なり県なりがずっとしてきているんです。自動車はトヨタに任せておけばいいんです。電気はパナソニックに任せておけばいいんです。しかし種とかそういうのに来ませんから、国がやってるんです。それを放棄するというのは、私は本当に愚の誇張だと思っております。だから新しいことを考えていかなくちゃならないんだと思いますけれども、まあ、多税に税で我々がいくら反対しても世の中がそういう方向に行っておりますけれども、せいぜいきちんと問題点を指摘して、少しでも間違った方向に行ってるんですが、行き具合が足りなくのようにやっていきたいと思っております。以上。自民党の衆議院議員の葛飾明宏です。で、なんか篠原先生がちょっと泣きやけな感じだったなというか、力がなかったなと思っているんですが、まあ、本当に多勢に無勢で今の国会の状況を皆さんもご存知の通り、安倍政権の下で、数の力で何でも通されてしまっております。今森友学園の問題でこれだけ、我々、批判を繰り返し、国民の皆さんもあんな土地取引おかしいじゃないかと思っていても、その間に委員会でこの首相は採決をされてしまっているということで、なかなか止めようがないというのが、まあ、事実であって、篠原さんがおっしゃったようになかなか難しいということを皆さんまずご理解をしていただきたいなと思います。で、先ほどもお話がありました通り、この法案なんでできたのかというと、やっぱり国というか安倍政権が進めている規制改革会議の、まあ、その考えに基づいて、多国籍企業が、まあ、有利に商売がしやすいようにするということがやっぱり根底にあるんだと
というふうに思います。そこに我が国が乗っていっていいのかということを本当に考えていかなければならないんじゃないかということを、もうこの地方だけじゃなくて、つくづく感じるところです。まあ、TPP はトランプ大統領が出てきたおかげで、まあ、とりあえず頓挫しておりますけれども、そうだとしてもやっぱりこういう法律が一つ一つ積み上げられていくことによって、まあ、著作権法もそうですよね、積み上げられていくことによって、結局TPP に参加をしなくても、 TPP が発行しなくても、事実上あそこで狙っていたようなことがこの国で行われることになってしまいかねない、そういう危機感を我々持たなければならないんじゃないかというふうに思います。なかなかですね、この種子法のこととか農業のこの種の問題とか普通の国民の人に浸透していないので、やっぱりこういう運動をもっと大きくしていってですね、少しやはり国民の食に対する意識というのを高めていかないといけないんじゃないかというふうに思います。まあ、私も家の中でね、遺伝子組み換えの作物が使っているようなものを買っちゃダメだよとかいろいろ言ってるんですよ。それではこの前ね、家に帰って、たまたま冷蔵庫に納豆が入ってて、納豆を見てたら女房が横でふっと来て、なんて言ったかというと、いろんな種類の納豆あるんだけど、これしか国産のがなかったんだよねと、あと全部カナダか米国産だったのよねと、やっとうちの女房も産地確認して物買ってくれるようになったなということで、本当にある意味 TPP とかやってくれたおかげで、そういう意識を持つ人が出てきたんじゃないかと思いますが、まあ、それをもっともっと広めていって、この国の食をきちんと守っていきたいというふうに思います。まあ、2日前ですかね、道徳の検定の問題がチーム出てましたよね。皆さんあれ見ておかしいと思いませんでした？パン屋を和菓子に変えないと、和菓子屋さんに変えないとね、日本の国や郷土を愛する態度を養うことにならないと、だからパン屋じゃなくて、和菓子屋に変えろと一方で言っといて、日本の国が守ってきたこういう種を外国のモンサントのような会社に譲り渡すようなことをやっていると、本当に矛盾しているなというふうにニュースを見て、感じた次第であります。まあ、とにかくこれを止めるためには安倍政権を終わらせなければならないと思います。この法律を止める唯一の方法は会社に追い込んで廃案にすることだというふうに思いますので、森友問題をもっと盛り上げて安倍政権追及して、追い詰めていきたいというふうに思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。自民党参議院議員福島みずほです。種子法の、廃止法案廃止をするということに関して、こんなに満席でたくさんの皆さんが集まられていることに心から敬意を表します。社民党もこの間農水省を呼んで交渉というか話し合いをいたしました。なぜ種子法を、全面的に廃止するのか、そして民間と一緒にやろうとしているのか、廃止をした後どうしようとしているのか、あるいは極めて問題があるのではないかということで、全くその納得いくような答えは出ませんでした。種子法の廃止にもう全面的に本当に反対です。でこれはそれぞれの地域で、というかあるいは、まあ、さっきもすごく丁寧な話がありましたが、その地域でこうやってきたことで、私はやっぱりこれモンサントとか外資やいろんなところが日本の種を取っちゃうというかですね、ということが起こりうると思います。そしてこの間も消費者特別委員会で、まあ、ネオニコチノイド農薬や遺伝子組み換え食品の表示、そもそも遺伝子組み換え食品の問題について質問をしました。とするとこれからさらに、まあ、遺伝子組み換え食品を納豆、醤油など、食べているのは最も日本人だとか、まあ、遺伝子組み換え食品を実はとても世界の中で消費しているのは日本じゃないかと言われておりますが、まさに、そういう多国籍企業の遺伝子組み換え食品をはじめとした種子がもっと日本の中で蔓延をしていく、それを止められない、今残念ながらというか農水省厚労省は遺伝子組み換え食品のという立場ではありません。まあ、表示をもっとやれんなんていうことは
国会で私たちは一生懸命質問しているんですが、この種子法の廃止がまさに TPP のだというか、また再来というかですね、日本の農業を種子を、まあ、世界に売り飛ばしてしまうというものだというふうに思っています。みそこの国とかみそこの国の小学院とか言いながら全然みそこの国を守ろうとしないことにみそこの怒りの種というのがあるんですが、まあ、この種子法もっともっと国会の中でですね、これ大事な問題だと、本当に TPP 反対ってあれだけ盛り上がってやったわけで、これ実は TPP と関係があるし多国籍企業のためで、今農水省がこんなことを本当に廃止と踏み切るのはおかしいっていう声を、まあ、たくさん上げて、みずほの国を守りたいと思うみずほでした。頑張ります。ありがとうございます。